法隆寺阿波踊りは400年以上の歴史を持つ徳島の郷土芸能に敬意を表し始められた東京のお祭りで、今年で61周年を迎えます。阿波踊りは踊り子と鳴り物で構成されます。踊り子は女踊り、男踊りに分かれており、子供パートも存在します。鳴り物は鐘、三味線、笛、締め太鼓、大太鼓の5つが基本構成となっており、踊り子を盛り立てます。毎年8月の最終土日に開催される東京高円寺阿波踊りですが、高円寺のみならず関東周辺のお祭りや海外公演など活躍の幅を広げております。この東京ドームでは高円寺でも普段見ることができない高円寺阿波踊り連協会所属グループの合同演技となっております。迫力のある舞台踊りをお楽しみください。